昔、白い猫が大好きな大好きな人間さんと一緒に仲良く暮らしていました。名前はトロ。人間になるのが夢というちょっと変な猫です。そんなある日、トロは人間になる手がかりを見つけました。ところが、人間になるためには、こうして夢を叶えるためにトロは大好きな人のもとから旅立ちました。果たして三日月傷の猫に会えるでしょうか。そして本当に人間になれるのでしょうか。それは誰にもわかりません。トロの旅はまだまだ始まったばかりなのですから。続く。